2016年6月3日、韓国 YTN によると、韓国の高齢者75歳以上の就業率は、経済協力開発機構 OECD 加盟国の中で最も高いことが分かった。OECD によると、韓国の75歳以上の就業率、2014年基準は 19.2% で、加盟国24カ国のうちで最も高かった。2位はメキシコ 15.7%、 3位は日本 8.2% だった。 OECD の平均は 4.8% で、韓国の4分の1ほどだ。また、韓国は65歳以上の就業率も 31.3% を記録し、加盟国34カ国中アイスランドに続いて2番目に高かった。しかし、高齢者の就業先はほとんどが賃金の低い臨時職で、韓国高齢者全体の貧困率は OECD 加盟国の中で最も高い 47.2% に達した。韓国の専門家らは、韓国は年金制度が十分に整っておらず、引退後も働かなければならない状況に陥っているが、就業先の質が悪く、貧困が拡大していると指摘した。これについて、韓国のネットユーザーは以下のようなコメントを寄せている。この国は死ぬまでお金の心配をしなければならない国だ。高齢者就業対策の革新は、就業先を改善することではなく、高齢者が働かなくても生活できるようにすることだ。年老いてからも苦労しなければならないなんて、この国の福祉はどうなっているんだ。国会議員らは任期が終われば年金が出る上、国のお金をくすねているというのに。やっぱり減る朝鮮。自殺率も世界一位だ。政治の透明性が低いことは言うまでもない。笑うべきか泣くべきか。韓国は青年失業率1位だが、75歳以上の就業率は1位。その高齢者たちが作り上げた国だな。今からでも国民年金を廃止しよう。国に任せるよりも自分自身で管理した方がいい。上で倒れる前に移民しよう。